2019年6月24日の夜、愛知県名古屋市内の飲食店で2人の男性が食事をとっていました。松岡英二さん、当時41歳と堀内智之さん、当時44歳です。2人は食事後、別の仲間の車に同乗します。その後、車は同市内にある英二さんの自宅マンションへと向かいました。マンションの近く、同市北区西安島1丁目で英二さんが車を降ります。この辺りは名古屋高速楠木ジャンクションから南東へ約800メートル入った工場も立ち並んでいる住宅街です。車からは智之さんも降りてきました。英二さんの見送りでしょうか。いや、二人はマンションの向かいにある一軒家の防犯カメラに向かって何やら大声で叫び始めました。どうやら人を呼び出している様子です。午後10時半ごろ、近隣に住む男性が外から男の怒号を聞きます。続いて女性の叫び声が聞こえてきました。一体外で何が起こったのか。また英二さんと智之さんはなぜよその家に叫んだりしたのでしょうか。男性は衝撃的な光景を目にしました。怒号と女性の叫び声を聞いた男性が外を見ると、そこには血だらけの人が2名倒れていました。叫んだ女性はその目撃者で、あっちは意識がありません、こっちは意識がありますと言っています。倒れていたのは先ほど一軒家の防犯カメラに向かって大声を出していた松岡英二さんと堀内智之さんでした。通行人から110番通報を受けた警察が現場へ駆けつけ、二人は病院へと搬送されます。しかし英二さんは20箇所以上刺されていました。智之さんは刺されたのは3箇所のみでしたが、臓器に達するほど深い傷がある状態でした。まず英二さんが息を引き取ります。続いて重体だった智之さんも搬送先の病院で亡くなりました。誠に残念ながら命を落とした二人。二人は同じビルメンテナンス会社の同じ部署に勤務しており、ビルの点検や修繕を担当していました。彼らは大変仲が良かったそうです。松岡英二さんは妻と4人の子供との6人暮らしで、少年野球チーム名古屋北リトルリーグでコーチを務めていました。堀内智之さんは妻と息子ら4人で暮らしており、子育てにも仕事にも一生懸命だったそうです。突然届いた2人の訃報に対して、ある同僚は、言葉がない、昨日まで普通に仕事をしていたのにと動揺を隠せない様子でした。事件後、愛知県警が現場付近を捜査。近隣住民によると、事件直前に3人の男性が大声で口論している姿を見たそうです。その3人は激しく揉み合っていたとのこと。3人のうちの2人は英二さんと智之さんで間違いないでしょう。県警は事件後間もなく現場の南70メートル地点にある家にいた男を任意で事情聴取しました。そしてその男、無職佐藤俊彦、当時38歳を逮捕します。この男こそ英二さんと智之さんと揉めていた男です。英二さんらの胸をナイフで数回突き刺し殺害したものと見られます。佐藤は逮捕直後、一人で刺したと供述しました。この男はその後黙秘に転じます。佐藤の家からは血がついた履物が見つかりました。さらにこの男は英二さんのものと見られる700円の現金と指輪が入っていた財布を所持していたことも判明します。やはりこの男が犯人で間違いないようです。一体なぜこの男は英二さんたちを殺害したのでしょうか。佐藤俊彦は近所の人にもその存在をほぼ知られていませんでした。ある男性は家の前を通ると防犯灯が光っていたので、誰かが住んでいるんだなと思っていたぐらいだと語っており、またある女性は自治会にも参加していないし全然知らないと語っています。ただ実は佐藤と英二さんはある因縁を抱えていました。二人の間には以前からトラブルが起きていたのです。そのトラブルとは、この後真実が明らかになります。
黙秘を続けた後、重い口を開いた佐藤、警察にこう供述しました。猫のことで因縁をつけられ、二人と口論になった。猫のこと？実は佐藤の家の周りには普段から多くの猫が集まっていたそうです。この男はその集まる野良猫たちに餌を与えていました。しかしそのせいか周囲には糞尿など異臭が立ち込めるようになります。これを英二さんは見逃すことができませんでした。それはこんな事情もあったからです。実は英二さんは数年前から自分の車にいたずらをされていました。これについて彼は事件の数年前に愛知県警に相談を寄せています。英二さんは佐藤の仕業だと考えていました。このように彼と佐藤との間には確執があったのです。そして事件当日の2019年6月24日の夜、英二さんはついに行動に出ます。同僚たちとの飲み会の帰り、自宅付近まで送ってもらった英二さん、智幸さんと車を降り、佐藤の家の防犯カメラに向かって大声で怒鳴りました。この時二人は猫の管理方法や世話について苦情を述べたそうです。彼らが文句を言ったところ、佐藤が家を出てきました。案の定激しい諍いに発展する3人。佐藤は自らの身を守るためあらかじめナイフを忍ばせていました。激高したこの男はそれで英二さんを刺します。逃げる彼を執拗に追いかけ、何度も何度も刺しました。智幸さんも刺した佐藤。無我夢中で振り回していたので我を忘れていたと、この男は供述しています。その後、佐藤は英二さんから現金712円と時価2万1000円相当の指輪が入った財布を奪い、家に戻りました。こうして強盗殺人容疑で逮捕された佐藤俊彦。その犯行状況から名古屋地検は刑事責任能力を調べるために鑑定留置を請求します。その期間は2019年7月31日から10月28日で、名古屋地裁もこれを認めました。果たして検察はこの男を起訴に持ち込めたのでしょうか。精神鑑定の結果、名古屋地検は佐藤俊彦を殺人罪で起訴しました。しかし強盗目的の立証は困難として、窃盗については不起訴処分となります。名古屋地裁で始まった初公判で佐藤は起訴内容を認めました。ただ弁護側は佐藤が犯行時心神耗弱か心神喪失状態にあったとして減刑もしくは無罪を求めます。これに対し検察側は、この男が近所の猫たちを見守るために自宅に設置した防犯カメラに英二さんと智幸さんが手を振る姿が映っていた、佐藤はこれを二人が挑発していると感じ怒りを抱いたと指摘しました。彼らはこの男が犯行後ナイフについた血を洗い流し、返り血のついた服を着替えていたことも指摘。ここから被告人は自身の行為の違法性を認識しており、精神症状が犯行に与えた影響は著しくなかったと主張しました。弁護側はこれに反論します。被告人は精神疾患によって幻聴が聞こえており、行動を制御する能力と物事の善悪を判断する能力が欠けていたと彼らは主張しました。このように佐藤俊彦の裁判では刑事責任能力の有無が争点となります。最終的に検察側は佐藤に無期懲役を求刑しました。有期刑か無期懲役か、まさかの無罪か、裁判長はどう判断したのでしょうか。2022年10月4日に開かれた判決公判で裁判長は、非常に残虐な犯行だ、被害者らの無念は筆舌に尽くしがたいと述べ、佐藤俊彦の責任能力を認定しました。その一方、裁判長は英二さんと智幸さんが防犯カメラに手を振ったことから、被害者たちが犯行を誘発した面があることも否定できないと付け加えます。さらに統合失調症による被害妄想が今回の犯行にかなり影響を与えたことを考慮すべきであるとも言いました。その結果、無期懲役という重刑を選択すべき事案とまではいかないとし、有期刑の上限となる懲役30年を佐藤に言い渡します。その後、佐藤俊彦は控訴しますが棄却されました。
裁判で事件の原因を作ったとされた英二さんと智之さん、一見二人が悪いことをしたようにも聞こえます。しかし上司によると、英二さんと智之さんは部下や先輩からとても慕われていたそうです。英二さんは明るくて仕事熱心で、配属先の部署ではムードメーカー的な存在でした。智之さんも誰とでも打ち解けられる性格で、近所の人から挨拶されるとしっかり返す好青年だったとのこと。二人とも顧客から指名を受けて仕事をすることもありました。つまり英二さんも智之さんも正義感から佐藤に注意しようと思ったのかもしれません。そもそも英二さんは佐藤と思われる人物から長年にわたって車にいたずらをされてきました。必要な嫌がらせを受けていれば注意のやり方が荒々しくなるのも理解できます。この事件は完全に佐藤の過剰反応です。しかしその佐藤は二人の命を奪っておきながら、精神疾患を理由に無期懲役どころか有期刑に。近所に住んでいる人間とのトラブルは誰にでも起こりうる可能性のあるものです。英二さんと智之さんの取るべきベストな行動は一体何だったのでしょうか。この事件は私たちに同じような問題が降りかかった時の身の振り方を考えるきっかけを与えてくれたとも言えるかもしれません。二人の正義感によって地域を悩ます悪臭問題は解決されました。しかしそれによって失われた命は何をしても戻ることはないのです。